16分です。これから初めての自治会 に参加していきたいと思います。初めて会う方々もいるはず。ちょっとだ、あの全員が来られるわけではないと聞いているので、誰が来られるかわからないんですけど、初めて、来られる方もいるはずなので、ちょっと、緊張しております。ドキドキしておりますが、ドキドキ行っていきたいと思います。また帰ってきてから、分かったよ。また帰ってきてから、その自治会のご報告させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いします。それでは行ってきます。帰ってきました。自治会初めて参加しました。うん、何人ぐらい？6人ぐらいおったね。うん、6人、僕ら以外に6人ぐらいいて、うん、で、まあなんだろう、みんな優しかったよね。うん、回覧板というかお知らせの紙をもらって、近所の中ね、うん、なんかお知らせの紙、うん、イベントとかな、ああいうこの地区のイベント、インフルエンザ打ちましょうとかね、うん、そういうやつを配って、うん、でなんかそんなにね会議みたいな感じでもなかったし、うん、なんかだらだらなんか話をして、うん、あれお願いね、伝えとってねみたいな、そう日常的な会話を普通にしました。うん、しました。イノシシがどのこうのとか、そう、今年はイノシシが多くて、多いとかね、畑が大変だみたいな話、うんうん、とか、まあ、何かね、今年の米はどうだったとかね、そう。あとはその僕らが来たばっかりなんで、うん、来たばっかりだから紹介、まあ紹介いう紹介じゃないけどね、紹介じゃなかったけど ね、でもなんか普通に話してくれました、うん、なんか何もう初めからいましたくらいの、なんか そうだからそんなノリでしたねなんかどれぐらいの頻度で来とるんとか、うん、もう住んどるんとか、いつから住めるんとか、うん、そんな感じで、すごい心配してくる、うん、何時間ぐらいかかってくるんとか、そんな感じでしたね。で多分私たちが今回初めて来たので結構長かった、小1時間くらい、ね、1時間ぐらいおったね、うん、でも多分あの雰囲気だといつもそんなに長くないんじゃないかな、うん、なんか伝えたいことを言って終わろうかくらい、お金払って、うん、今回なので自治会費が、うちとこは高いか安いかちょっと僕から分かんないんですけど、一応毎月2000円っていうことで聞いて、今回初めて納めさせていただきました。これがね、地域のね、うん、あのお金になるので、うん、でまあ事前に僕ら来る前に、僕らの素性、何歳だとか、どこに今住んでるとかっていうのを自治会長さんの方にあのお渡ししてたので、でそれをあの来た人たちに配ってあの見てもらってましたね、うんうん、だからどっから来るかとかっていうのは、まあ、それで別に説明する必要もなかったかなみたいな感じ、うん、そうだね、どっからどういうルート通って金分とか、なんかそういうね、そう書いてないことを聞かれるみたいな感じで、うんうん、別になんかこ怖いとかね、うん、なんかいじめられるとか、なんかその悪いイメージのあの感じでは全然なかったです、うんうん、野菜育てたいんだったらなんかこういうのいいよとかね、そう今年はなんかあれ難しいよとか、うん、なんかそういうなんかアドバイス的な話、うんが、そう、あとはなんかシュークリーム食べる、あ、そう、ここのあの地域にあるお菓子屋さん、うん、唯一あるんかな、分からん、この近くだったらまあ唯一かもしれない、うん、ケーキを、うん、ケーキというかシュークリームか、うん、シュークリームを食べながらなんか普通にダラダラ話しただけ、うん、お茶会でしたかな、そうお茶会よねなんかこんな感じ、うんうん、だからなんかそのまあ一般的になんか情報とかで流れてるのでね、なんか村八部みたいな、うん、ああいうの全然なかったね、うん、和気あいあいとした感じで、うん、たまたまそのここがいいだけかもしれないんですけど、うん、なんかそういうなんかもう全くそういうのは今のところ感じられないという感じね、まあ、私たち以外はどちらかというと私たちの親世代の人たちがいらっしゃるので、うん、
良かったね。うん、良かったね。優しい人、もう顔見ただけで、うん、あ、この人たち優しいなって分かるよ。ブラの優しい、そう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 、そんな感じ。顔からにじみ出る優しさがある人たちばっかりだった。うん、やっぱ穏やかな人が集まってるなっていう感じ、うん、印象的にはね。ただあれよね、あの早口と、なんだろう、訛りがあって聞き取れん、うん、聞き取れんことはある、うん、聞き取れんことはあるけど、でもなんかこう僕らが嫌だなとかって思うような、うん、そういう感覚のことを喋ってきたりとか、そういうのは一切なかった、うんうん、なんか単純にもう心配してるとか、うん、なんかそんな感じでしたね、うんうん、すごい良かった、良かった、いい会だったね、うん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 、なんで、まあ、別にそこまでこう気にすることでも、まあ、僕らはですけど、うん、そこまで気にすることでもないし、うん、緊張することでもなかったのかなと。まあこういう自治会が毎月、これ毎月あるんですけど、毎月27日にね、うん、ここの地区はあるんですけど、うん、多分結構珍しいよね、かな、うん、毎月こういうなんか会があるってあまり聞いたことないので、うんうん、まあ珍しいのかな。あ、でもいいよね、うん、いい、まあいろんな意味でね、うん、いいかなと。ここの地区住んでる方がもともと少ないので、うんうん、安心できるし、うんうん、同居の方とかもいらっしゃるって聞いてるので、ちゃんとなんか来る時には休むのは連絡して来る、そう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 、うん、一応27日、うん、が僕らは、集まる日なんですけど、うん、決まってる。でもなんか結構緩くて、あの来れなんか来れない月は来れんでもいいよみたいな感じで、そうそう、お金をね誰かに自治会費を託して行けれないよって言えば、あの来なくてもいい。そう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 、ただそれでね、独居の人たちは多分気にして、連絡がなかったら気にしてもらえるし、うん、だからいろんな意味でね、うん、いいかなっていう感じはします。で別に今僕らね仕事しとって行けれん時も出てくるかもしれないですけど、今の時点で例えばここへ移住します、で例えば27日まあそれこそね、や仕事が休み取れるとか、仕事が朝だけの仕事とかね、あるいは日中だけの仕事とかだったら、別に全然その出ても問題ないの、うん、苦になるような感じではない、うんうん、かなと。まあ最初の感想としてはそんな感じでした。なのでまた来月も、うん、お休み取っているので、また来月も同じように、うん、来月は今日7時半からだったんですけど、来月は冬になるからかな、10月からは、7時だって言われたので。あ、そうなの。そうそうそう、あ、暗くなるけんじゃん。そう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 、ああ、なので、まあ、来月は7時に今度は来たいと思います、うん、ということで今回は、今回の報告はこれで終了になります。何かの参考になればいいかなと思います、うんうん、そしてチャンネル登録コメント、グッドボタンもどうぞよければよろしくお願いします。それでは今日はこちらで終わります。ありがとうございました。虫がすごい飛んでる。虫がすごい飛んでる。